お疲れ様、スラッです。今日ですね、こちらの無課金迫撃砲デッキやっていきたいと思います。懐かしいね、このスケバレ迫撃のディガーが入っていない方がね、まあ、帰ってきたのでやっていきます。で、このデッキのウッドの枠はタルババでもね、あ、いいです。まあ、このデッキの強みはノーマル6枚、そしてレア1枚で、まあ、残りウルトラかスーパーレアで組めるっていうのが、まあ、やっぱこう組みやすい点ではめちゃくちゃ優秀だと思うので、まあ、ぜひね、まあ、カードレベルないよってこととかはね、参考にしていただきたいかなというわけでさ、やっていきます。まあ、迫撃砲が今回バランス調整で解放されたんですけど、 HP7% だったかな。言うてなんかそんなわかんないですね。結局迫撃砲の代わりになるカードってないので、まあ、似てるのがクロスぐらいかな。まあ、似てるだけみたいな。まあ、でも攻めでも守りでも使えて、こうジャイとか、バルーンとかも全部誘導できるっていう意味では4コスですげえ優秀なカードだと思うので、まあ、間違いなく今後もね使われると思いますね、さすがに。であとはギャングも強化されてって感じですけど、なんかギャング強化されてめっちゃ増えたっすね。なんかちょろっと枯渇がギャングに帰ってくるだけかなとか思ってたんですけど、もう全然そんなこともなく、めっちゃいるっすね。なんかびっくりするぐらい、スケブとか達戦とか、なんかいろんな枠がこの子になってる印象がありましたね。さあ、まあこれはなんだ、メガゴまで来ちゃったんでちょっとわかんないっすね。エレジャイか、まあエレジャイかロイジャイかって感じですね。でマジこのデッキってスケバレで削るか迫撃こうやって入れるかしかダメージのね、稼ぎ方がないんで、まあ積極的にスケバレ飛んできたらっていうか回ってきたら飛ばすぐらいでいいっすね。さあ、危ない危ない、エレジャイでしたね。さあトルネも使ってそれは苦しいんじゃない相手で、まあ、ボーラーとかで対応したいんか。スケバレもね、飛ばしちゃって。さあ、さあ、さあ。これ、ナイトに竹が行くと、ああ、まあ、タルマンのか。さあ。まあまあ、ベビーのちょろっとぐらいは許容できるし、なんなら迫撃が優秀。もう相手だって2000っすよ。さあ、スケバレ飛ばしてるだけっすね。まあ、あとでも、こっから僕が気をつけないといけないのは、まあ、エリシャイなんで、まあエレジャイに対して迫撃砲がないとやっぱ防衛は難しいんでね、そこはちょっと大事にしていかんといけんすね。これどうせボーラーっすね。なんでまあ攻め迫するならこの真ん中に置いたら右からエレジャイ、左からエレジャイ、どっちから出されても釣れるっていうのがあるんで、まあ攻め迫撃をするならエレジャイには真ん中の方がいいっすね。あ、これルート強制されるっすね、ボーラーで。なんでちょっと位置をね、さあロケを残したいですね。もうロケット式気合のああマジタルババ強っスーパー5っていいんじゃない、当たらんけど当たらんけど迫撃砲となんだっけロケット式かがマジでエリジュにはマジ強いんで、これ一生キノコですね。でこれ1個上に置いとかないとマジボーラーでキング起動ガチですね。あ、僕キング起動じゃなくてエリジャイ誘導。さあで、まあ、ここはトルネード使ったので、このロケット押しと低めのエリゴブリンがね頑張ってくれます。でこういう残ったところはカウンターしてタルババでキノコを処理してくるところを延命できると理想でしたけど、そんな余裕もなく無理でした。でここでエリジャイ来られると嫌なので、まあ適当に回してって感じかな。さあちょっと怖いな、マッスルがやばい、マッスルがやばいが言うて止まる。いやロケホンマジで強えな、やばい、ボールやめろ。あとはもうこれおとなしく守りますかさてはおとなしく守るが正解な気もしてきた。なんかねベビドラもボーラー見てさ、マジルート強制がえぐい。このさあ、まあまあロケホ強え、
ロゲホ強え。まあこれはさすがに言っていい。やべ、優秀すぎ。ボーラー、マジでボーラーが天才。でも回転が早いので、やべ、反撃表逆行ったけど、まあいいや。さあもうこうなったらウッド削りとかっすよね。よしよしよし、さあウッドでも削るし、このロケ砲も相手はきついよと。やべ、ちょっと延命が、あ、待って、やばいやばい、あれなんか反応おじさんいる。ちょ、ダメージ担がなきゃ負けるんで、まあさすがにライトだと追いつかれないかな。あ、なんか最後グダっちゃったっす。ロケ砲をね、やっぱこういかに延命できるかっていうのが大事になってくるかなとは思うんですけども、まあなんかほんと高回転でロケ砲回してスケバル飛ばして無限に繰り返すだけっていう、まあディガーとかじゃないんで、なんか使いやすい方だとは思いますね、間違いなくね。さあ1戦目ね、危なかったな、なんかロケ砲、まあロケ砲延命かな、マジ大事なの。そんぐらいっすね、それ以外に特に心がけることもないかなと思います。スケバル飛ばしとけ、スケバレできるだけたくさん飛ばせっていう感じですね。そうで、スケバレにね、ウッドとか、まあ、使ったらね、それこそ、ナイトギャングでこう攻めたりだとか、まあ、いろいろね、攻め方とかあると思うんですけど。まあ、呪文枯渇デッキなんで、やりゴブギャングスケバレロケ砲、まあ、4枚あるんで、相手がヤナメザップとか、まあ、ヤナメウッドザップとかでも戦えるよねっていうのが、このデッキの強みかな。まあ、あと高回転なんでね、それもまたいい点かなと。ちょっと小じきをしてみる。いや、エイム悪い、マジでめちゃんこ悪いぞロゲット押しエイム悪いっすね、相当気ぃつけなきゃ。さあで、今回言ったらコカッちゃんですね。まあウッドはあるので、まあ、防衛ウッド使いながら余裕があればギャングでゴブリンバレルは守っていきたいかな。これだからタイブレイクでロキ削りで負けるのが、まあ、やべえ、え？はずこの現象焼き鳥現象って呼ぶんすよね、マジ。あの子もよくミスってるわ、これ。音でね。やべえ、来たって反射でこう出しちゃうんですけど。もう、音だけでやっちゃってるから。いやー、金ギド。やべえ、これ。さ、ゴリゴリやばいっす、流れは。アイスピめっちゃ強いっすね。うん、スケバレさ、これだけで抑えれる。さあ、じゃあそろそろ私も攻めなきゃ負けちゃうので、戦っていきたいと思います。まあ、迫撃っすね。相手の施設が何か。うん。いや、いらんっすね、これは。またいや、いいアイスピだ。まあダメ、これ一発がでかいっすね。でさ、スケバレ飛ばして、まあこれを今からもう無限繰り返しっすね。まあまあしゃあなしかな。いや、痛いか、これ。ゴブリンがもしかして迫撃砲でずっと圧を与えていきたいっすよね。来た、ロケ削り。うん、あそこに5打ってたら本物でしたね。さあ、でも迫撃の受けがね、苦しくなってくるぞ。無限に攻めます。ウッド使ってるな、あれに5打ってたらな。さあ、ロキ削り。え、当たんのそれ、やばいやばい。それ当たり出すとマジやばいっす。
まだいけるっすね。これ一回もうハマったら相手この俺のループに対応できなくなるんで。あのプリン強すぎんさっきから。さあ来るよ俺のターン。いやバルキーとかじゃなかった、やべえ、ヘナチコファイブしてる。うわでも破撃も入ってる。熱い熱い熱い。無限俺のターン、マジ無限俺。いやーそれやだ、頑張れ頑張れ。さあタイブレイク、なんかずれてる。おいスピ、いや漏れてるぞ。タイブレーク、さあロケよりは発撃の方が早いんじゃないの。あぶねーあぶねー、きちー。さあ枯渇、マジでこの一生攻めなきゃやばいっすね。一生発撃で攻めて、スケバルで攻めて、発撃で攻めて、スケバルで攻めて、もう手を止めるとね、あロケット撃てるじゃんつってロケ来るんで、まあロケ来たら来たで発撃で攻めて、スケバルで攻めて、無限で繰り返すだけなんで、まあなんとかはなるんですけども。さあロケ削りやっぱ怖いですね。こっちのねデッキのこう、まあなんか負け筋というか、まあよくある負け筋がやっぱね、スケバレと迫撃しかないんで、リガーみたいな絶対ダメージ通るよっていうカードがないんでね、こう守って守って守られて、うわなんか呪文で最後削られて負けちゃったみたいなのは、まあ、結構よくあるね負けパターンだと思うので、まあ、しっかり迫撃で攻めてスケバレとかで回して、やっぱ回転が早いので、まあ、2周目のねそれこそ迫撃とかだ、迫撃とかで、まあ、攻めれるって熱い、まあ、さっきもなんかなってましたね、迫撃2個立って、しかもなんだロケ砲も2体溜まってとか、まあのが理想ですね。今回の相手のデッキがチンパンジャイスケラっすね。チンパンジャイスケラなので適当に、ロケ砲延命できると熱かったっすけど、なんならここにスケバレとかも追加してあげるとうざそう。遅れてねスケブだと思うんですよ僕の予想は。予想外れました予想忘れたらいた、いやでも結構入ってんな。さあやめてースケルトンラッシュ打たないでーって思いながら、まあ囲めばいいっすかね。ああもうこの 5D、よしよし。いやまあ序盤ダメージこんだけで抑えれてるのもでかいし、なんならダメアドめっちゃ取ってるんで、まあ弥生か、弥生持ってるんでちょっとだるいっすけど、やっぱスケル打たれるのは、まあ言うてみたいなとこもありそうだけどな。ロケオめっちゃ強いでしょロケオ頑張ってくれや。さあ弥生使ったんでこのギャングが最強と、でまあスケバルとかするでしょ。いやーそのコウモリ強えな。さあまあこっからちょっと気ぃつけていかんといけません。まあせっかくなら攻めながらいこう。さあロッキー砲が強い、これ延命できないよな。
サスケラが痛い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 ね、痛い痛い痛いですね。さあちょっと流れを変えたいんですけど、きつすぎ、余裕で負けたっすね。なんかちゃっちゃ逆サイ行けばよかったかもっすね。なんか後ろからダクネもボーラーもがなんかめっちゃきつかったっすね。さあちゅうわけで呪文いっぱい系は辛いですが頑張りたい。さあギャング、あこれマジで禁忌動されるのがやっぱあんまりよろしくないので、あんまよろしくないんですよね。ロケット星を雑に咲くとこうなっちゃうんですね。なんで、おープリンスにゴブリンバレル入ってるっすよ。さあメガナイトが来ちゃった。メガナイトってさ前ロケット星でキング機能みたいなのできたんですよね。もう無理なのか。おロケホ優秀か、ロケホ強い。さあ矢の雨が飛んでこないってことは矢の雨とかはなさそう。さあ序盤にロケット星を出すのはちょっと気をつけなきゃいけないですね。まあ、出すなら発揮法も一緒に出してみたいな。キング起動を簡単にされるとやっぱスケバレのねダメージが通りにくくなるんで。さあプリンセス珍しいデッキですね。でウッドはねあんま使わない方がいいんですね。防白置いちゃおうか、楽します。さあ防白置いて、これロイシャイの可能性もあんな。やべえか、あれなんでなんでサボった。さあ迫撃砲の HP7% がちょっと効いてきましたね。迫撃砲、うん。さあギャングが強いギャングが強いですね。さあ小物ロイジャイね、今回のナイトは。であとプリンスもいて、メガナイトプリンスロイか。あだからこれ一生芋ってあのハギヒョウも防衛徹底でもいいぐらいですね。一生芋ってなんかちまちましとけば良さそうな気はしたけどどうなんでしょうか。これ橋前メガネって言ったら悪っすね。あでも呪文がなさそうなので一生祈れます。これロケット星100体いけます。本気で本気でロケ砲100体ゲームできます。マジで多分処理方法がないんですよね相手これのロケ砲の。あーそういうの安い。さあマジでギャングですら強えもんギャングですら強い。あこれ5打てばいいですね間違いなく。なぜ打たなかったんだろう。さあ5のエムも全てが悪い。よいしょ。あ負け筋はまあ防衛迫撃サボってみたいな感じかな。まあこういうところで攻め迫はねちょっと行きたくなるんですけどね。しっかり防衛置いとけばもう安心安全、ロケット士最強マジロケホやべえよこれ、一生たまるっすよ。さあで別に迫撃砲も向いてくれると嬉しいんだけどね、まあ、ロケット星が向いてくれましたねまさかのいやマジロケ砲キモいキモい、頑張ってんだけどさ。さあこの拡散ですら強い。さあで最悪ファイボで溶かすっていうプランも強いっすね。ロケホやっぱこういうのが結構理想というかいいっすね。相手がやっぱ呪文がこう少ないとかそういう相手に対してマジ一生このちまちまできる。さあこれ逆サイロいきますよ。はい、まあでもこれは全然来てよくて、なんならこの
両サイフルカウンターがめちゃくちゃ苦しくて左が落ちるかもしれないですね。さあ左がほぼ呪文圏内、まあ、これも相性ですね、さすがに。さあ100ゼロ相性ということで、まあ、こんな感じでロケ砲一生延命で、相手によっては防衛迫撃徹底もいいですね。さあ、おもっつさんよ、よろしく。ゴブジャイ PP 枯渇ですね。まあ、これも相性悪くはない方だと思うんですね。相手の呪文がファイボザップかな、はい、だと思うので、まあ、そうなった時に、ロケット押しがやっぱね、嫌だよねっていうので。まあ、ダックプリ嫌っすけどね、これ。さあ、ゴブジャイダックプリ。さあ、ナイトも冴えちゃってるんで、ちょっと怖いが、まあさすがにロケット押し強すぎ問題でなんとかならねえかな。まああとはキングドウちょっと嫌なんでね、まあされちゃうかな、これは。早めにキング起動して、あ、でもロケット押しここでちょっと残せる。いや、タワーお前天才かよあんだけいっぱいいてさ、残りもいてね。さあ怖い。まあまあ、これもね、攻め迫はね、ユニット残ったらがいいかもっすね。なんか基本的に攻め迫でいっぱい攻めればいいんですけど、やっぱ相手が入れちゃいとか、まあそれこそこういうね、後ろからダックプリとか流して端前来る、こういう相手だと、ちょっと怖いっすよね。攻め迫使っちゃったらね、急に端前攻められてやべえ止まんないってなっちゃうんで、無理はせず行きたいですね。防衛意識世界3位取ってますからね、全然強い、俺より強い。さあ、なんだこのスケバレですら怪しい。ダックプリで受けられてカウンターみたいなね。さあ読みザップが来てもおかしくはない。そのカットはちょっとやばい。ああ、めっちゃいいファイボ。さあ、めっちゃいいファイボをされて、結構痛いっすね、今の。ちょっと防衛発揮って頑張ろうか。いや、マジ、スケバレとかが残るだけ強いんで。で、ちょっと延命できそうだったら延命したい。いや、 やっぱうざそうでしたね、今の。頑張れ、やりこぶ。うっ、おお、でかい。さあ、で、ここも、相手がファイブ押さえた後なんで、このギャングは絶対いらないんですけど。コウモリ。それの読みは当たらない。まあちょっと怖いが、なんとかなってる。さあ、まあこれはファイブを、打ってくるっすね。いや、これいらんっすね。あんま過剰でこれやってると回収されてちょっとやばいの来るっすね。ファイブが早いっす。おう、うん、もう耐えて。
耐えて、いやマジロケット押しめっちゃ強いな、こう見ると。なんか相手によっては、さあ一応ファイブ打って、さあ勝ちというわけで、いやロケ砲やっぱ熱いですね、マジで一生います。相手がロケ砲にファイブ打ってもやっぱ回転早いんで、その次のロケ砲が多少生きたりだとか、まあその分ギャング生きたりとかで、はい、なんとかなります。 OK、 まあなんで大事なのはロケ砲延命ですかね。まああとはなんかギャングとロケット砲士が同時に穴目で処理されないとか、コスパよくユニット処理されるのが良くないですね。なんでさっきも一回ありましたけど、迫撃砲とロケット砲士に5打たれて突破されるみたいなのをなくせば大丈夫ですね。なんでしっかりユニットの位置、タイミングをね、ずらしてずらして、美味しくね、処理されないようにだけ徹底すれば、ある程度戦えるかなと。さあ、ツイッチ、ボストン。わかんないな。何プレイヤーやろ。さあ、ロケ砲から入るとね、まあ嫌だし、反撃置いて、エレジョイ逆サイも嫌なんで、一旦ナイトからっていう。冷静、あ、これはもういっちゃいます。はい5個使ってるっすよ。エリゴリかなこれ、もしかしてロケは強いぞ。やばくね、完全なる無視。エリゴリっぽいな。耐えたのマジで熱いっす。しかもこれこっちからのこういうプランもあるっすね。ザップ使ったよ。ゴブリンスケバレ両方、いやー2個綺麗に折れそうだなこれ。さあお疲れっす。エリゴレ、エリゴレの末路っすよね、マジこうなるっすよね。さあエリゴレに対してはロケ砲が最強ですね。まああの相手が矢の雨のエリゴレだったとしても、結局1周目のロケ砲は行かれたとして2周目のロケ砲は生きるんで、まあ1個られたとしても、まあ、そのカウンターも狙いつつの、まあ、キングまで見ていきたい。ああ いいライドラだなそれ。俺のロケット車何やってんだろう。ザップだったらもしかしたらトルネザップでしたね。だんだん金ギド、あれ金ギドしてるわ、なんか知らんけど、なんでまあなんか相手がやりかしたんでしょう。さすがにもう諦めそうだけどな、これ守られたら諦めたっすね。はい、ちゅうことでまあエリゴルもボコボコにできるよと。やられたらちょっとだるいかもしれないですからね。さあ、そう。さあ、というわけでこちらのね、ロケ砲のスケバレ迫撃、ちょっと皆さんもね、やってみてください。無課金、マジでね、おすすめです。無課金じゃなくてもおすすめです。というわけで、よければチャンネル登録もね、お願いします。お疲れ様でした。またね。